こんにちは。新井家具ベッド館の M 島です。本日もご視聴のほどどうもありがとうございます。本日は業界の闇って言いますかね、なかなか一般の方が知り得ない情報を、それのパート2でございます。今回はこの、パート2で、完結にはなるんですけど、本当に2年前なんですけどね、一昨年に、実施された居住法の変更という、私としてはもうすごくショックなことが起きてますので、続きをどうぞ聞いてみてください。よろしくお願いします。前回の続きなんですが、この居住法が変わったという話なんですけど、コイルの数だけではなくてですね、その下の部分なんですけど、コイルスプリングの材料の種類っていうことがありまして、例えば、このマットレスの場合は、SWRH82 の B、高校生の C 種、これ ABC とあって C 種っていうのが一番いいんですね。 A は粘りがなくて耐久性が弱いとか、この数字が高い方がいいとか、いろいろこれによってですね、コイルの種類っていうか、コイルの内容、コイルの実際の耐久性など全てを押し上げることができるんですが、こちら見ていただくと、そういう表記はもう全くなくなってます。中身が実際どういうものが入ってるのかっていうのは全く消費者にはわからないというような形になってますね。もう一番本当に信頼っていうのがですね、していいのだろうかと。私も長年ですね、ベッドの有名メーカーで勤務してまいりましたけど、一昨年のことはもう本当に、業界にとってはですね、ものすごく大きな今後大きく変わっていくんじゃないかなという年だったなと思います。こういうことをしてですね、普通に同じものを出して当たり前なんですけど、以前より、内容の劣っているものを、中へ使用していくっていうことは、業界自体の商品価値を下げることにもなりますし、本当に、そういうことがあったら残念だなと思います。こういうことを、なかなか言う家具店とか、情報を皆さんにお知らせするところがないので、今回こういう動画をアップするんですけど、こういうのも事実でありますし、放っておくとね、どんどん好き勝手やられるという悪い状態にもなりかねません。やはり、知ってる人間やみんなが注視してですね、またこのインターネットっていうのは本当に便利で、少数の意見とかが黙殺されないですね、ちゃんと情報、情報はいい情報と悪い情報とあるんですけど、取捨選択っていうのは皆様視聴者の方がね、選択していただければいいんですけど、どういうことをが今行われているかとか、なかなか知れない情報っていうのを得られる機会になるんじゃないかなと思います。表示法が変わったっていうのは本当に残念でもありますしね、一流メーカーと呼ばれる中でも中国の方でね、大きな工場を、作って製造販売を始めているところもありますし、どうですかね、それを、もしか日本に来てる、製品として来てるのはいいですけど、部品として来てないかとかですね、そういうところもよく注視してですね、今後いろんなことを皆様に対して発信していきたいとは思っております。でやはりこういろんなね、大きい企業もですね、過去に偽装とかいろいろとあるんですけど、左のこちらと書いてあるものと中身が違うものが入ってた、これは偽装になるんですけど、
現在のこういうようなものでは何が入ってても別に偽装にはならないんですよね。まあこういうなんか危険なような表示っていうのは本当にいいのだろうかなっていうのはあります。ただあの洗い家具ベッド感っていうのはまあ、ベッドばっかりを数十年見てまたあの中身ですね戻ってきたものを解体していろいろみんなで見て研究したりしてますので、まあ今後ともあの各社マットレスをね帰ってきたりとか、いろんな商品をやっぱり、カットしてですね実物を見て本当のマットを切り裂いてですね、中身を、まあ、あの実況見聞して、まあ、こういう商品が入ってたんだよっていうことを皆様に、伝えるのが使命じゃないのかなっていうのも思っております。まあ販売するっていうことも一つなんですが、やはりこうやってですね、メーカーの動向や、まあ、本当に、商品のことをですね、真実を伝えるっていうのが、まあ、一つの使命じゃないかなと思って、まあ、今後とも販売と、まあ商品の研究とか、まあ、商品の検証をしていきたいと思います。ということでですね、まあ、今後とも販売のみならずですね、いろんな情報をまあ、家具やっぱベッドが中心で一部家具とかも今後も発信していきますので、どうぞ皆様もまあ、よかったらチャンネル登録してもらったら、まあ、商品の説明とかもあるんですけどいろんなこういう、業界の話とかもしていきますし、まあ、今後分かったことなんかは包み隠さずですね皆さんの方にご報告したいと思います。で、何かご質問とかありましたら概要欄の方にホームページのアドレスを貼ってますのでそちらの方のお問い合わせコーナーの方から問い合わせや質問や、まあ、何かご意見ありましたらメールの方で送っていただければ返信いたしますので何卒よろしくお願いします。本日もご視聴のほどどうもありがとうございました。